こんにちは、心理カウンセラーの高森です。メンタルの調子を崩されて四ツ谷、四ツ谷三丁目、新宿御苑前あたりで精神科クリニックを探しておられる方いらっしゃるかと思います。辛い症状をまずは薬で落ち着かせる、とても大切なことですよね。ただ薬だけの治療を続けることに副作用ですとか再発の心配がある方もおられるかと思います。そういった場合はカウンセリングの併用が安心です。カウンセリングは対話を通じて心の体質改善を図ってきますので、相乗効果が出てくることで結果的に減薬、弾薬の期間を短縮することで副作用負担が軽くなったり、再発のリスクをぐんと減らすことができます。進め方としては3通りあります。まずは薬の治療に専念し様子を見ていく、あるいは薬とカウンセリング初めから併用の形で進めていく、もしくはカウンセリングだけでやっていき必要に応じて薬を使っていく、こういった道筋がありますので、ご自身にとってぴったりくるやり方で回復に向かって進んでいってくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。